した声、めちゃめちゃ出てましたね。出てましたし、こっちも泣きそうになりました。改めてお二人に大きな拍手を。ありがとうございました。なんかもう歌詞とこの状況と、なんか二人見てたら本当に全部がリンクしてめちゃめちゃ感動してしまいましたが、今回披露していただいた楽曲「スーパーヒロイン」、このファンフェスで初公開でした。ありがとうございます。しかも歌のパフォーマンス自体も初めてだったということで、ファンフェスでダブル初披露となりました。歌ってたよ、平成フラミンゴの2人がめちゃくちゃ良かったよね。いかがでしたか、実際にステージ立たれてみて。なんか裏で先生に最後にこれまでの2人を思い出して歌ってって言われてから、もうバー来ちゃってて、もう初めからバーって来ちゃって、もう一回歌いたいです。そう、すいません、本当なんか感極まりすぎちゃって。でもなんか一番楽しめたステージでしたし、なんか一生の思い出に残るステージになりました。はい、ありがとうございます。見ていただいてすいません。もっと2人の仲の良さとか今までの歴史とかね、見てくださって皆さん思い出したと思うんですけれどもね、本当美しい、なんか喜怒哀楽のなんかローラーコースターのような感じで、まあでも愛はなかったな、悲しいっていう意味での、あと喜怒のどの怒るっていうとこなかったですね。確かに大丈夫です、黙ります。ごめんなさい。でもどうですか、この年ね、いろいろな素晴らしい活動を我々に見せてくれましたけれども、いろいろ振り返ってみて。はい、今年はね、2人ともアパレルブランドを発表させていただいたりとか、もちろんね、いろんななんか声優にね、声優にも挑戦したりとか、もういろんなことを始めた1年だったんですけども、またその個々の力を強くして、来年はまあそれをどうした部活総会みたいな、個々の力を強くして、またね一段と、そうですね、来年はチームとしてももっと強くなりたいなって思ってます。頑張ります。はい。ありがとうございます。会場にもね、たくさんにほちゃんにこちゃんっていうね、一番も持ってきてくれてる方がいらっしゃるね。なんかとても大切なことがやっぱりお伝えしなきゃいけないことあるんじゃないですか。そうですね。ありがとうございます。ちなみに明日楽曲リリース、そして今日 MV の公開がこの後 YouTube の方で公開されます。はい、一生懸命ね。はい、この後SNS でどんどん情報をなんかいろいろね、やるのでチェックお願いします。チェックのほどお願いします。はい、ぜひ SNS の方もチェックしてください。よろしくお願いします。フラミンゴのお二人でした。ありがとうございました。あとでハッシュタグ YTFF 見てください。感想がすごいから。ありがとうございます。